ボスだよ。ボスも臭いじゃないですか。じゃあ話そう、お前。何をですか。じゃあ話そう、話そう。YouTube 見つけてくれた子が、はい、キャンペーン中なんで90万で、はい、いや、いいです、いいです。もう僕の肉、それ引いてもらって、70で。こんなきつかれとるな。なんかむちゃむちゃ頭がいいと思う。すぐに。で、はい、通帳差し押さえました、はい、入ってないこと分かっているんですけど、そっちの方が怪しまれですよ、うん、変に怪しまれたら困る。港区でさ、ちょっと打ち合わせが一件あるんだけどさ、こっちの方って夕方来れる？6月に返さなかった場合どうされるんですか？まあ、それは考えてくれるね。考えてくれるのは誰ですか？誰が考えるんですか？家建てたんだ。そう、一瞬だったでしょ。すごい、ね、平屋にした。平屋にします。あ、こんにちは、よろしくします。よろしくしま す, あですよね。はい、行くの大変ですね。今日の話している、領収書くれとかって来るんで、来ませんか？今日来るんですか？こういう時しかタイミングがなくて、なんか暑い。今ちゃんと工事してもらったんですか？これね、あと職員。あ、どういうことですか？家まで行ったんですか？あ、は？じゃあうちの近所の、はい、用事があります。はい。はい、そこに。仕事を取りに来ました。はい。で、そこで、職人さん、そうやってくれる人いなくて、マネージして、はい。で、実はお金が先に取ってました。あ、お客さんから、あ、うちもそうなんですけど。わ、ほんで、で、一応さんが全部塗ります。はい、塗り終わるじゃないですか。はい、丸投げなんで。はい、で、お金はもらってない。なくて。で、くれなかにゃんって言って、やり、行って、なんとか徴収したんですけど。取れたんですか？そこだけ。だから詳しいことは、ちょっと、さんに聞いてほしいんです。で、が来ないんですか？が来るの、領収書持って。誰があいつ来るんやつ、あいつ金さんさん泥棒して、税金払っとるんですか？領収書なんかいるんか、あいつ。あ、あ、もう取る感じですか？いいですね。すいません。あ、すいません。お気遣いありがとうございます。YouTube の人ってすごいね、YouTube になってって、はい、うん、すぐ分かっちゃうよね。で、いや、そこは僕は下塗り、なんか塗ったところ、それを先生に言って引いてもらうんだ。引いてもらう。金額を。うん。まあじゃあ170だったとしたら自分が塗った分が増える。え？だって塗ったって全然塗ってないよね。シェアなんかレベルまでいってて、もう前から一枚目しかやってないってことじゃないですよね。で、だってすぐそうやって先生って言って、先生は弁護士も動かなかったなと思いますよ。あのね、全然関係ない。弁護士え、ついてるの？相談ぐらいの人で、あの、無料相談してもらいますよね。はい、あの、全部、ね、弁護士って言うんですけど、はい、うん、という方さんが、あの、やんなるやり取り見せます。あ、本当ですか？もう、多分見る方がやんなる。いや、僕もなんともあいつの先生からしたけど、あれ見た瞬間気持ち悪いですよね、あいつ。あれカットされてるけど、ずっとあれ、俺、僕毎日やってますからね、あれ。これを見つけ、あの、YouTube を見つけてくれた子が、樹木氏に若いっていう、その子も、はい、お金もらえず、しかも貸しちゃって、あ、で、ちょっとそうで、職人さん、で、うん、で、私その子見つけて、はい、電話して、はい、で、その子が YouTube でこれがあるんだけど、はい、これってどうかなっていうのが小林さんので、はい、うん、じゃあこれだいぶ嫌がっとったんで、動画は、うん、いや、お願いだけしてください。すごい言ってた、ね、
きました。で最初は130万でって、はい、それはその自宅を、そうそうそう、はい、まあ、お店兼自宅っていうか、はい、どんなもんか見積もり取ってみただけなんですけど、はい、130、いや、いい、またにするって言ったら、いや今キャンペーン中なんで90万 で、はい、でいや、いいですいいですって言ったら、もう僕の肉それ引いてもらって70で、はい、あんな70で塗るの嫌だと思いますけどとにかく現金が欲しいから、あ、うん、最初は分かるんですね、安くお値打ちになってくれるかなと思って、でも700でも、もう、あ、じゃあ頼もうかなってなったら、今日お金ください、でしょ、え、それは無理でも飲んでってやってないのにって言ったら、もうそれだったらちょっと僕が赤字食っちゃうとか、すいません、ありがとうございます、なんかこううまいこと言ってんで、私もやっぱり塗ってもらうと困るなってお客さん側の気持ちが出ちゃって、そうですね、そうちょっとお召し上がりできるし、今だったらなんかなんかごちゃごちゃ甘いこと言われるんですよね、で元気になったら進んで倉庫も塗りますとか言って、はい、で倉庫も塗って、はい、でその時はうちにお店ポンとあるんで、はい、広告塔みたいにして、はい、でその1ヶ月勝負で足場を崩さず周りに営業かけるんです。でうちのお客さんとこもやってもらって120とか、はい、それも先にそれ70はやってもらったの、結局、うん、普通にやってもらう、先に払ったのに、全部お金どうしたんですか、70でお金先に払ったんですか、そう払っちゃったの、まだコロナだからかなとか、まだそういう、はい、信じてる時すごく低姿勢だからなと、はい、うん、おで信じて払ってやってもらいました。なんか本当に僕ももうこううまいんですよ、お腹が調達、はい、うちの実家を紹介して塗りたいって言ってるけど、はい、もう今すぐ行きたいって、はい、でまあ行きました。でお金も先に今なら5万円もっと引きますって言って、はい、払わないからいくらでもいいんですよ。あ、はいはい、でうちもきちんと塗りました。あ、そうですね、もう信用してますからね、塗ってくれました、普通に、はい、うちの足場立てたまま近所をあの行きました、営業かけて、うん、でまあ当然うちの名前出せば信用があるから、まあ、そうですね、でここ家やりました、お金120取りました。でそこが倉庫を持ってるんですよ、はい、昔倉庫も250取りました、はい、まだ半年後にやるんです、はい、元気ない線もあって先に全部、はい、全部取って、で結局うちの足場を立ててるうちに営業やって、そしたら、はい、私もこうお母さんとしてお涙頂戴でお金を貸しました、うん、貸したんですか、なんで60なんで、あのどんどん上手に取って、であちょっとずつ一気じゃなくて、それが1ヶ月の間が勝負なんですよ、塗装って大体1ヶ月以内に終わるじゃん、そうそうですね、その間にもバーって、あの近所も営業かけて契約してお金を現金集めて、うん、あそこや僕がやりましたって宣伝しながら、しながら、そうで、そのためにはうちの店はちょうど広告塔で、そうですね、あそこカウントライナーに今やってますんで、でもここの近所にもまた50万貸してくださいって言いに行ったり、はい、でそれを50万貸してくださいって言ったら怒られましたって言って私に言ってきてそう思います、それ言ってくるんだよ、何言ってるの、はい、で私に来月年金のキャッシュバックがあるから、はい、それで絶対返しますって言って、はい、でその前からもう実はペンキ屋に材料員友達がいるんですよって、もう先にストーリー信じさせるんですよ、もう作ってるからストーリーができてる、その日に行ったんじゃなくてもう前からもう仕込んであるから、なんか話を、うん、上手にこう言って、でもうやり取りが残ってるんですけども、いや、いつになったらその材料屋のキャッシュバックってあるのって、いや今やってもらってるんですけど、なんかちょっとややこしいことになってるんですって言って、ずっとそれのやり取り、ずっとずっとですよ。結局その60万も取れてないですか、全然返さないの、はあ、で近所は何軒ぐらいですか、2軒、近所はそこは現金貸してないから、あでも工事はやってもらったんですか、工事はうんやってもらった、うん、はい、で倉庫も結局やっとるやったんですよ、でもそれはその倉庫は250万かなんか取って、はい、で例えばこういう業者さんに丸投げして100何万で、はい、でそれを払ってなくて、で職人がその近所の人のところにお金まだですかって、えぐ、下請けも払わんで、もう丸々自分が持ってったんですね、あそういうことか、誰にも払
えぐ、いくらでもいいんですよ。で最初私もわかんなくて、で私にも、まあ、職人なんかお金取りに来るから、はい、まだ終わってないって言って、嘘ついてって、はい、それとも言ってほしいですって言ってやり取り入れて、あ、嘘ついてくださいって依頼に来るんですか。まだ職人川口の方にお金払ってないですよ、うん、みたいな、ちょっとここまだ直しあるでしょってそうやって言ってください。で返すお金は今から大瀬のおじちゃんとこ行ってきますって。俺らが言ったやつか。そう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 、そうそれのおばあちゃんがいる、うん、おばあちゃんがガソリン代がないんで貸してくださいって。って、ね、だってもう金借りるっていうのが結局そういうガソリン代とか、ね、携帯代とか家賃とか全部、うん、あとなんかそのペンキ代もないって言ったんだよね。めちゃくちゃ優しい人ですね。いやもう今日家帰れるもんでって。もうだから何じゃちょうだい。で貸すまで買えない。お母さんの方が違うですね。いきなりボンスよね。大丈夫ですか。あのまたお母さん。いやお母もだからちょこちょこ来る。あ最初はちょこちょこですか。ちょこちょこだよね。ちょこちょこ1万円から始まって、うん、で、あの何貸すまで帰らない。言ってましたね。身内も。結局帰らないし、足場も組んであるから、下手なことできないじゃん。ああ。お客さん来ないもん。来ないもん。そういうことですね。そう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 。足場組んでる状態で、あのお金を貸してくれとか、こういうふうにずっと居座るから、こっちも貸さんと後から怖いから。すごいな。こんな聞かれとるな。だからむちゃむちゃ頭はいいと思う。ね。結局私の時はその1ヶ月の間に、あの自分子供がいるんです、こうやって頑張ってますって言って、ね、あの実は家賃4ヶ月分払ってなくて追い出されて、子供がって本当にって言ってこうもうバカな私やから、じゃあ、あそうなのって1ヶ月じゃあ来月返してくれるんだよね、ちゃんとピンキーもありますこのキャッシュバックが言い切るんですよ。でそれがやっぱりあと3ヶ月分必要って言われましたって言われて、ってなんかもう私もそんな、いや本当私人生の汚点ですよ。うわーもうそうですね。もう本当にもうなかったことに。で私の友達のとこも行って80万でやるって言って、はい、紹介して、それを私に、なんていうのかな、私は絶対先に払ったらダメだよって言ったんだけど、先回りして、でその人にうちよりもこっちの方が安いんで絶対先に払ったこと言わないでくださいって言って、うわ先に言うんですよ、うん、で私と友達が揉めちゃって、で友達がなんかごめんね実はもう払って、自分の方が安くやってもらったから私に言わないって、あ最初黙っとって、そうそう、でついにもう本当のことを言って、あいいよいいよ、で私が先にもらったんだよねって言って、もらってませんって言い張るの、うん、私の友達この人が嘘ついてるんです、いやついてないでそのお金も持って行っちゃって80万、うん、でそれも、まあ、こっちの人に、まあ、丸投げじゃないけど、うん、でも結局私とその友達が喧嘩しても関係ないんですよ。この友達はお金が僕はもらってないのに嘘ついてる、目の前で、あもういやもうギリギリまで嘘つきます、ギリギリまでここに来るここまで嘘つきます。で小林さんがじゃあピンポンして本当のこと聞くぞって言うと待ってくださいちょこっとだけもらいましたとか、そうやってるの、もうそういうずっとそのさすごいな。で私がもう裁判をやって、はい、で、まあ、判決に会いました、はい、勝ちました、裁判をやったんですね、裁判を返済しなさい、でも、うん、判決と裁判費用も結構しましたよね。裁判費用も大丈夫です、自分でやるんだよ、あ数千で自分でできます、YouTube で見ながら、はい、書類書くんですよ、あマジですか、できます、うん、うん、なんかみんな小学訴訟を起こせばいいと思いますよ。あ、そうなんですか。借用書があるんで、で借用書持ってると住民票も取れます。あ、そうなんですか。取りに行けます。うん、今って住所って変わる？住所はね、多分置いてあるのは、はい、でもまあこれは言っちゃいけない感じに、はい、多分私は裁判するからね。あ、そうなんですね。名前もピーにしようみたいな。これおばあちゃんミルクと何？あ、
すごいな、想像超えとるな。やばいっす、マジエグいっす。でそこに行ったりもしてて、はい、あ、もう取りに行ったりしようんですか。あ、もう全然舐めてるから私なんか、はい、とにかく誰のことも舐めてるんですよ。そういうことですよね。うん、嘘ついてるし、うん、その裁判しました、はい、で小学訴訟だと、まあ、園の裁判官、司法委員と、はい、もう一人書記官と私と、はい、一応そこに来るっていう風なんですけど、はい、当然書出せば来ないんですよ、はい、で毎月2万ずつ返しますっていう和解案を出してくるんですけど、10月から払うって言ってるけど、いやもうずっと嘘なんで、どこで働いてるかもう根拠がないしって。で裁判官が電話しました、はい、そしたら、この10月っていうのはどこで働くことになってるのかな、そんなことは言えません裁判官に向かって言うんですよ。裁判そんな、だってああいうとこは取られてるじゃないですか。そう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 、もう録画されてるのに、そういうそんなことは言えることじゃありません、相手のことがあるんですよって言って、さすが裁判官を怒らすなんて、さすがで裁判官、あ、はい、もう判決払いなさい、でその後も払わない、でメールやり取り、その電話で喋るとムカついて私携帯壊しそうになっちゃうのないです喋ってて、社長おるって言うの一緒になってもうわーって言ってるんですよね。でも相手もなんかもう居直ってくるじゃないですか。そうそう、いかなってくださいよとか言って言いますよね。そうそう、でも結局それで払わなくても差し押さえができないからなんですね。それは今度私は強制執行、通帳の差し押さえ、それもそれぞれ数千円で書類出せばできます。あ、そうなんですか。それを やりました。やったんですか。減りました、通帳差し押さえました、はい、入ってないこと分かっていたんですけど、そういうことですね、ペーペーしか入ってこなかったんですよ。あとはちゃんと銀行にもうこういうふうでこんなになってて、あの人捕まってるしもうこんな風なのでって言って全部言います。それでも分かりました返しますって言いながら、もうずっとそのやり取りで一円も返す気もなくて、ね、そういうことですね。そうです。でその後に今度はまだ最近なんですけど、不動産執行っていうのがあって、不動産ができないんで、所持してる一応借りてる大家さんのその倉庫と、そこは執行できるんですよ。でもう一個の家も一応名義でも住所がそこに、あ、じゃあその前に財産開示したんだ、強制執行財産開示、それも数千円自分で処理できます。そうです、できます。でそれやります。でそうすると絶対が来ないと刑事事件になるんです。それは刑事罰で、のこのこ来ました。あ、来たんですか。来たんです。でこれ誰かちょいちょいなんか教えてるなと思ったんですよ、はい、でその大家さんとかあっちの方になんか弁護士来たことある名前って言ったら、はい、言ったからまた調べて、はい、先生に直接電話して、はい、君のことで聞きたいんですけどって言ったら、ああ、なんかみたいな、はい、だからもう腐れんだけど、まあいつちょいちょい電話してくるんやわみたいな、だから弁護士がついてるんじゃないです、アドバイスがしてる、ちょっとそうやって聞いてって言って、うん、そういう感じで、すぐに先生に電話する、先生に電話するよって、もう分かったから電話しなさいすごいからって、僕もちょっとこれなんでとか病気でとか妹とか、うん、判決でよかったわけですよ。妹なんか電話で喋ったらもう会いたくもないし、近所行ってるし言ってましたからね。絶対そうですよ。連絡なんか何十年も取ってない、何年も取ってない。もうあの縁切ってます私、行った時、ね、YouTube を見て、うん、そのおじさんに当たる人から会社に連絡があったんですよ。はいはい、そのが言ったんですよ、はい、そのおじさんに YouTube 出てますよ。そしたらそれで多分連絡したんだけど、あ、さんは職人さんですね、うん、下請けの、うん、はん、あ、なるほど、つながりました。そうそう、そこで、はい、その親戚の人を知っとったんですか。あのさんにお金を返すのに、僕今から大勢のおじさんに借りるんで、じゃあ部屋番号教えてくれって言ったら教えるんですよ、普通に。あ、普通に教える。でも電話しました。そしたら俺貸すなんて言ってねえぞって言いました。そしたらみんなのおじさんも嘘ついてるんですいや
いや平気です。もうおばあちゃんもともと350万か400万かしたっけ。おばあちゃんはしたよ、ね、確かだからもういろんな人探したらみんな他の職人さんも あいつ本当に金取るの大変って言って、もう色塗っていくのも自分で塗るときは塗れないから倍に薄めてシャビシャビを塗るって。そうですよね、うん、で他の人にも一回塗っていけばいいわっていう。そうです、もう下塗り塗ったで引くっていうレベルの下塗りじゃなかったですもんね。うち、んうん、なんかもう下塗りが色になるじゃないですか、うん、ちゃんと真っ白で、ね、字が見えてるちょっと一緒にやってた職人は、あ、仕事できんのいつは。まあまあそうですよね、うん、そうできた。そうそう、で結局思いついたのが丸投げする、金を払わない、金だけもらって飛ぶで1ヶ月後に払うからいいっていう感じ。そういうことですよね。で2ヶ月後3ヶ月、ああすいません、まだ集金できません、どこだって言っても、うん、ちょっとそれ言えないですとか、あ、でも出ないとか、そういう、で私はもう返してくれてないしこれ以上ないよって言ったら、じゃあその実家に借りに行っていいですかって言うの。無事すごいな。ダメじゃないです。ダメとか、そりゃそうびっくりした。えっ、なんか見ました感じがすごいな。間違い、うん、だから誰でもいいんですよ。想像を超えるな。とりあえず領収書が欲しいって言って、あいつがもらいたいって言って申告書にもらえないですか。違う、は多分どっちかというと怖いみたいな感じになるから、なんか、うん、だって逮捕されてますよね、1月に。あれは何ですか。それじゃないの、詐欺。詐欺っていうか、あの保険屋さんに、うんうん、お金貸し て近くで大きい新聞にも載ってましたよね。あ、マジですか。あそれ私も、うん、その時ちょうど私も電話したんですよね。でその時に私警察に呼ばれて行ってるんです、はい、あ、本当ですか、うん、あのちゃんと民事的な書類、何でもやっぱ書類とか証拠とか、はい、そういうものが必要なんで、はい、うん、刑事事件にはできないですか。できないです、民事。だから私がもう詐欺にあった、騙されたんだっていうのを探さないと。で妹のために払います。じゃあ妹が本当に白血病だったらダメなんですよ。うん、結局本当に発見って言われて、でも妹のために借り取るわけじゃないけど、それを欲しいに言ってるわけだから、詐欺の、あいつギリギリともさ、ギリギリを攻める、そういうことですね。もう慣れてる、慣れそうです、ね、それが仕事なんですよ。そういうことですよね、うん、今日領収書持ってくるんですか。領収書を僕がいただいてるんですか。あ、許可もらいました。マジですか。領収書を僕が、もともとどういう関係なんですか。もともと師匠みたいな。師匠じゃないの、もともと会社がそこの社長と僕は友達で、はい、そこに従業員が入ってきたんですよ、はい、で、なんか様子おかしいやつだな、うさんくさいな、こういう人って思いながら、はいはいはい、で、ちょっと知り合って一緒にご飯食べたり飲んだりすると、はい、金貸してくれ、金貸してくれっていつも言われて、ないって貸せれんって、はい、ずっと断ってて、でそこの会社辞めて自分で仕事するようになって、ちょっと応援できてくださいとか、その日に払ってくれるんだったらいいよって言って、で最初はもうその日にくれてたんですけど、はい、うん、そう、でもそこのっていう会社の社長にも500万ぐらい借金があるかな、うん、結構いる。それが本当かどうかは分かんないけど、はい、でそこのちょっとこれは名前を言っちゃうとあれなんですけど、はい、さんっていう足場屋さんがいるんですけど、はい、もう辞めちゃったとこなんですけど、はい、そこと君が知り合ってて、に仕事を持ってきて、はい、からそこに支払いをずっと3ヶ月ぐらいしてて、1回もさんから入金がなかったらしいんですよ。はい、でも結託、2人で結託、まあ、僕の想像と社長の、はい、想像なんですけど、はい、結託してお金をプールしとったのかなっていう。で僕のその〇さんもまだたどれば知り合ってるんで、はい、聞いてみようかなと思うんだけど、いるかなと思って。あ、そういうことですか。あいつと一緒に、うん、そう結託して仕事もないのに架空請求させて、うん、そっから
さんに入金させて、そのうちの何割かを2人でバックして雇ったのかなって、この社長は言ってて。あ、マジですか。うん、で入金が1回もなかったって言ってて。あ、でも払い損ってことですか。払い損です。それが何百万、何千万って言ってたかな、そこは。マジですか。うん、でもそれって詐欺に訴えられますよね。その人から裏を取れれば。でも結託してるんで証拠が分かんないんで、うん、でももうそこの社長ももう会社畳んじゃったんで、まあ、書類がないって言うんですよね。あいつのおかげで畳んだみたいなもんじゃないですか。まあそれもまあまあそれも。すごいな、醸造です。すごい、ずっとそういうことやってますね。そこの社長が乗ってた車も盗まれてるんですよ。で、ETC の履歴見たら三重県の方に行ってて、おじさんが三重じゃん。多分それも盗んだんじゃねえかっていう。マジっすか。うん、まあその本当のことは分かんないけど。はい。こういう感じでちょっと。じゃあお疲れ。もう向かっとるらしいです、こっちね。3時じゃない。いや、3時ちょっと超えるとは言っとって。あ、本当。持ってくれたよ、お金。はい、もうお金は目の前にありますんで。またじゃあお金もらったら教えてよ。あ、わかります。うん、ごめんね。え、4時に会うんです。4時にじゃあなんか領収書欲しいから会いに来るって言っとったけど。そういうのちゃっかりしますね。だから何考えてるかわからんけど。ああ。うん。教えてよ。あ、わかりました。うん、ありがとうね。はーい。痛そうです。今向かってるってこと？そっちの人に。で、お金はここにあるって？あるって。うん、それは何ですか？その払う理由ってのは。とりあえず20万で足場、20万払ってくれたら足場組むよって言って。あ、その尻尾長が今やってる。へー、現場動いとんだ。うん。で、その時に10万円しか持ってこなくて。先週の金曜日かな、足場くんで。ちょっとお金が用意できないんで、月曜日、昨日持ってくるって言って、持ってこなくて、で、今日持ってくる、じゃあ今日持ってこなかったら、もう足場解体するねって言って、で、持ってきてるみたいです。マジですか。うん、で、今向かってるってことですよね。ここに10万もあるとか、急、なんて言うんだろうね、急に。で、YouTube でまだやっとるんですよ。やっとるんですよ。4時どうしましょうね。どこに呼ぶかっすね。でも4時なんてこんな。いや、無理、小学に4時なんで、まあ、いやみんなが映るように聞いていいのか。電話して今ちょっと打ち合わせで、ちょっと中川の方で打ち合わせ、今緊急に帰って中川の方におるんだけど、こっち来れんかなって。港の方がいいかも。港だし、公共の場所って言ったらどうある。まあ場所だけ行っとこうか。港区の方に行って。多分電話あると思います。そっちの方が怪しまれんですよね。うん、変に怪しまれたらこんなじゃん。しかもなんか目的が領収書も取りに来るっていうだけだったら、うん、いやーバカだね、多分怪しいんだなと思って。さんのことはそうです。うん、もしもーし。もしもーし。あ、ごめんね。はい、港区でさ、ちょっと打ち合わせが一件あるんだけどさ、今向かっとんだけどさ、こっちの方って夕方来れる？港の方は来れないですね。僕また一緒でそのところに領収書もらったら、もうまた北名古屋市行って、うん、僕一見会わないといけないもんで。北名古屋、じゃあ北名古屋の方に逆に俺が行ったらいいってこと？そうですね、まあどっちもいいですけど、ぶっちゃけも領収書だけもらえればいいもんで、うん、最悪のポストを色出てもらってもいいもん、僕でも会って話したっていうふうにしとけば、もうめんどくさい話なんで、あ、もう彼先生がもらってこいって言っとるんだよね、多分。あ、もうそうですし、僕ももうもらあの払ったっていう、やっぱ出さないといけないので、うんうん、はい。でもなんかポストに入れといてなくなったとか、あとあと面倒だよさ。いや、入れたらすぐ行ってもらえれば僕、うん、取るんで大丈夫です。あ、家の方に。はい。じゃあ、が夕方帰ってくる時間に行こうか、家。
あ、それでもいいですよ。何時ぐらいに戻る？それか別にそのどっかの通り道とかで会うなったらそれに越したことないんで僕。ああ、で何時ぐらいだよ、はい、僕もう今ここ小牧なんですよ。うん、うん、でもう今からもうちょいしたらもう出て足場さんにもお金持ってくもんで、うん、うん、はい、その1回もらった後って電話で出れます？電話出れるよ。あ、じゃあその時に足場さんにお金渡した後にすっかり電話します。うん、分かった、待ってるわ。北名古屋でお客さんとこ行くの？あ、お客さんで行くと僕連れと会わないといけなくて、連れの知り合いで掃除の仕事があって、うんうん、それ紹介しないといけなくて。あ、掃除の仕事なんだ。はい、はい、よろしい、俺にも仕事。いや、仕事じゃない、今ないですもん。だってなんです、掃除の仕事を、うん、はい、掃除の仕事あるな。なんかそういうつてがあるんだったらまた紹介してよ。そう、やれるんですか掃除？掃除できるよ。あの、ほうきとちっとり持ってけでしょ。ダメか。また後でゆっくり話そうよ。はい、うん、また教えて。また連絡します。うん、分かったよ。ありがとうね。はい、ありがとう。はい、だそうです。自分も仲良くなってるってじゃない、うん、そうです。いや、大丈夫か大丈夫かと思ったんですけど、全然心は開いたね。心開いとるよね。うん、うん、実はみたいな。こんなこと実はめっちゃ努力でやってんだよ。あ、すげえ。全然バレてないですよね。そういうのでいいっすよ。お金を持ててるんやとか今持ってる、うん、ストレネが今向かってるって言っとったんで20万を持ってるんじゃないかな。もしかしたら今お金をもらってるかもしれない。もしもーし、ちゃんどう？来た？え、来てないですよ。マジで？はい、まあ、ただ言っとったのが、うん、なんか4時ちょっと超えちゃうかもしれないんですけどみたいな、まだ現場いますかとか言っとったんで。あ、本当？まだ、じゃあそのお金回収できたら教えてよ。あ、わかります、また連絡します。それ、あ、もう出てるか。うん、今中村の辺かな。あ、中村さん、うん、そしたら僕の高速で、どうしてんじゃん。じゃあ俺だ、東進所と、じゃあ白川公園にしようか。あー、どうかな、ちょっと待ってよ。ちょっとごめん、キャッチ入っちゃったんで、ちょっとすぐ折り返すわ。はい、はい、はい。先ついておったらいいな。行きましょうか。先について確認を取るんですね。行きましょう。ごめん、白川公園にしようよ、女子大のとこの。うん、白川公園。ああ、そう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 、はい、そこ行くわ。あ、わかりました。そのど、あの100メーター道路沿いでいいですか？100メーター道路沿いでいい。あ、わかりました。うん、車止めて。あ、で、うん、領収書ってあれですよね。領収書持ってきとる。あ、ありがとうございます。じゃあ、それだけの内容、全然問題ないんですか？はい、了解です。はい、すいません、よろしくお願いします。あ、それちゃったなぁ。ダメじゃないですか。ないわ。ないってことです。話はもう、だって、考えそうだけど。メールに決まったら分からなくて、タイプではないなって、そこで言ってないんで。これ分かるから。分かります。メールがどうじゃろう。落ち着いたとこしたら。いや、もう僕はこれもらったら行かない、行かないといけない。いや、俺、何回も会いたい、会いたいって言ってもらえんだから。で、明日はまた走り込みますので、それで。いや、いや、話させよ。いや、いい。僕、話ですけど、テレビに見回ってて、あの、中田区の、275万円は今どうなってるんですか？震災の方ってどうなってますかね？あの、あの人の業者の、さんへの、お金、合計で115万円だと思うんですけど、そのあたりってどうなってますか？返済ってされてますか？答えませんか？そうですね、答える必要がないですか？あと、岐阜市のさんというところにも返済が届かってるっていう話があるんですけど、はい、本人と話してます。本人と話してます。はい、あと、岐阜市の岐阜市のの方に、どうか、あの、250万円の、
450万円返してないって言ってるんですけど、それってどうなってますか？コメントしませんか？コメントされないんですか？3人後日の試合ですから、私は何かしてもらえるんですか？裁判をやってると思うんですけど、あの、皆さんです。全然熊山さんと一緒の方です。もらえてもらいたいです。来月いつですか？5日まで待ってください。5日でどこで仕事してるんですか？いや、どこで仕事してますか？全く返してもらえないんですか？そこのテレビ局でしたね。あれだけ書類裁判やっても何にもないんですけど、訴訟してもダメなんですね。すごい暮らしして見えるみたいなんですけど、はい、私お金なくて返してもらえなくて困ってるんですけど、全くないですか？はい、毎日同じ繰り返しで、どうして逃げるんですか？話できないんですか？裁判やってもダメなんですか？いつ返してくれますか？なんで走って逃げるんですか？ごすなよ。ごすも臭いじゃないですか。じゃあ話そう、お前。何をですか？じゃあ話そう。二人で話そう。二人で話そう。分かった。逃げるな。逃げる。じゃあ行きましょう。ついてこんでください。話しください。いや、カメラ回す回す。なんでよ。なんで逃げる。逃げてない。話はいいよ。話せない。話せないんですか？うん、話しとるよ。明日払うんだろ。はい、分かった。じゃあいいよ、それ。じゃあ、それでいいじゃないですか。ちょっと待って。さあ、やめてください。じゃあ、何もやっとらへん。遅いやんか。自分で引っかかってる。いいねよ。話そう、お前。あれ、また電話ですか？また電話ですか？もしもし。もしもし。はい。いや、走っとかけてきて。はい。あ、ちょっとあの白川声なんですよ。はい。で、もう4人ぐらいおって、で、押さえつけてくるんで。止めてくるんですよ、手出して。これ警察呼んのいいっすよ。呼ぶか。俺呼んでくれた方が。あ、話さないんですか？今呼んだらいいじゃないですか。呼びますよ。まあ話そうね。もういいよ。はい、しょうがねえ。じゃあ話そう。じゃあ話そう。あの、今、テレビ局とかあって、なんかお金の問題がなくて、僕、で、拒否してるのに走って追っかけてくるんですよ。白川っぽいにいるんですけど、はい、そう、全然3人ぐらいカメラを持って、はい、聞いてるんですよ。で、あの裁判とかもやってるんですけど、
は餃子でもお金払い終わってるんですけど。ああ、払い終わってないがよ、お前。いや、違う違う違う、あの、いや、何もあの人が呼んでくれて何だろう、お前。お前がずっと逃げてもちゃうんでしょ。警察に言うことじゃねえがよ。あ、平成のことして警察に言うことじゃねえ。いいや、まあ、警察に言うことじゃねえ。あれなんでいいや、じゃあ逃げてくれよ、お前。話しておるだけなんだ。警察に電話せるんですか。はい、平成のところですね。どんどん喋ってください。警察ですか。弁護士ですか。はい。弁護士に電話するんですか。いや、走って逃げ、もう弁護士に来たら走って逃げるって感じなんで、走ってたんですけど、もう腕引っ張られて止められちゃったって。引っ張られてない、引っ張ってない。腕引っ張ってない、はい。まあ話そうですね。あ、殴った蹴られたはないですけど、そのもう止められたりしてるんで、歩いてて。はい。はい。いや、もう帰りたいなんか、帰りたいって言えよ。まあ、それ誰か会いください。社長さんと話しよう。いやいや、話しよう、はい、じゃあもう走らんときはどかしかったじゃん。いやいや、じゃあだってこう被害者じゃん。じゃあこっちはもう最後になって、はい、払う払うって言って。領収書いいですか。領収書、あとで話が終わったら払う、はい、いやいや、僕払ってるんで。ユースさんも話があるんで、話して。いや、話はしてますし、メールも残ってるんで。話してないです。残ってるじゃないですか。いつ返してくれるんですか。5日まで忘れてください。5日までには。それ何回も何回も、はい、じゃあ5日まで今約束してあげます。はい、じゃあ5日まで今約束してあげます。そので、社長のやつは明日で大丈夫なんで。一回の話を、その話をしたいで話す。はい。なんか裁判とかやっても意味ないんですか。2、4、5人。うちの仕事のとこでもやってますよね、はい、仕事。はい、なんかここでもお金借りてるって聞いたんですけど、はい、会社もらえないんですか。あ、お金借りてて、で、まあ、地方名古屋裁判所でも話し合って終わったりですけど、終わったりとか、まあ、返してかないといけないですけど。私も返してないんですよね、全然、はい、その辺をやってる、あの、話してるんで。自分は髪の毛もファンもかけてすごい綺麗にしてるんですけど、はい、私お金なくて困ってるんです。はい、はいはいはい、すごい裕福そうでいいですね。ご飯いっぱい食べてる感じがします。私なんかちょっとめっちゃ安くてご飯も食べれないんですけど、はい、もう本当にお金返してください。みんな困ってますよ。事務所にも、事務所のところにもお金ごめん払ってないとかって。ああ、はい、あります、あります。いろんな人にそんなお金借りて出て返せないんですか。またこうやって逃げてくんですか。はいはい、誰に喋ってるんですか。このカメラ回してれば多分そういうことはないと思います。あ、向こうもカメラ回してるんですか。また弁護士ですか。はい、よくいつも弁護士弁護士って言ってなんか脅してきますけど、はい、他の人にもそうやって言ってますよね、弁護士がいるからって。はいはい、全然弁護士入ってないじゃないですか。はい、お願いします。あ、はい、大丈夫です。本当に返す気ないんですか。はい、もう紙に書くだけ書いて全然返さないじゃないですか。いつも言ってるだけで裁判やってもダメ。まあ止まりましょう。こうやっても何もやってもダメじゃないですか。はい、はい、繋いでけばいいですか。返さないからつまらないと思う。このまま繋いでけばいいですか、電話。はいはい、わかりました、お願いします。ちょっと前に畳んでください。じゃあ一回繋いでるんですか。まあ、一回ちょっと黙ってもらってもいいですか。じゃあ一回さ、喋ろう。まあ、聞いてもらうぞ。でも俺分からんから。まあ、被害者の方は集まっとんだから。ここで話もんでいいですよ。いやいや、いいって。俺も分からんから。俺頼まれて動いてるやつだもん。座って話そう。はい。ああ、大丈夫です。ああ、そうそう。あの、借りてます。はい、あ、違いますね、全然。そういうの一般の方個人で、はい、そうです、個人同士もあります。個人同士のお金の話で警察来てくれますか。はい、この警察、これ多分警察に電話するじゃないですか、ね、いいや、もう警察なんかでもあんねえ。払う気ないって意思になっちゃうから。いや、あります。じゃあ、あるなら話そう。前なんで話せんの。じゃあ一人ずついいじゃん。じゃあいいじゃん、じゃあ何とできるじゃん。俺はじゃ頼まれて動いたんだよ。何を頼まれてるか遺品されとるじゃん、お前。ああ、中さん、あ、それはそうだだろう、はい、それは全然話そう。じゃあ話そうって、はい、警察呼ぶことじゃねえじゃん。いやいや、もうそれ見ながら頼まれて困るんだよ。で、話すだけだから。お前警察に何を通報したの。一人だと怖いんだよ。
かなり警察になってたら一緒に話してる、このビーチ目の前に警察が。警察が迷惑だろう、警察呼んで。だって押してもないのにこけそうになったとかわけわからんことも言ってるじゃん。いいや、そのときはいいや、それ地面が逃げんときはいいや、走って逃げんときはいいや。どうですか、これまでに数百万円他の人から借りてると思うんですね。これ返してない状況だと思うんですけれども、うん、それってあの正しい情報ですかね。あのお金借りてると思うんですけど、いろんな各所から。それ返してない状況あると思うんですけど、それはどうですかね。あとあのさんがあのおばあさんだと思うんですけど、もうあの会いたくもない、声も聞きたくないって言ってることについてはどう思いますか。もう会いたくもない、声を聞きたくもないというふうに言っていることについてはどう思いますか。はい、おさんの祖母のさんが何をしておっしゃるさんが、もうこれ以上他の人に迷惑をかけてほしくないっていうふうにうなだれながらおっしゃっていたんですけれども、ご自身のおばあさんがそのように話していることについてはどのように思われますか。中川区のさんが、受注した作業以外にもお金を貸してほしいと言われて貸した結果、それが数年にわたって返ってきてないことについてはどのようにお考えですか。しょうがない、どこ行っても帰るのか。あ、まだ帰らない。じゃあ止まれよ。じゃあ俺エリーは話すなら止まれよ。払いに行けばいいじゃないですか。話の業者のが、60万円と55万円お金が支払われてない、返ってきてないというふうに言ってるんですけど、その件についてはどのようにお考えですか。ノーコメントですか。返す意思はあるんですか。返す意思ないんですか。ありますか。なるほど。あと岐阜市のさんも数十万円返ってきてないというふうに言ってるんです。まあ、こちらはまだ残ってますね。それは返す意思はあるんですか。あります。毎月返してて、今ここ先は返してなかったので。毎月返してるんですか。毎月返せてなかったんで、うん、今月電話とか買うと。あ、そうなんですね。大丈夫かな。あとさん、あのご親切だけど、ジャニーズさんがあのの御神木だと思うんですけど、これ450万円借金がある件については返す意思はあるんですか。あ、それもまだこれは話してますか。あ、そうなんですか。あと、あの人止まって話さない。もう何がそんなにありたいの。さんに借りている60万円はお前やめてください。民事訴訟の判決が出ている60万円だと思うんですけど、そちらは返す意思はあるんですか。いつ返されるんですか。あ、来月6月に入ったら返す。さっきも言いました。6月に返さなかった場合どうされるんですか。まあ、それは考えてくれるんです。考えてくれるのは誰ですか、うん、誰が考えるんですか。誰が考えるんですか。ちまえたたんで、もう止まりましょう。別に歩くのも俺の自由じゃん。自分がお金を借りて、借りた相手が生活が困っている状況、これどのように考えますか。どう思われますか。考えられないですか。コメントできないんですか。返す返さないの話じゃなくて、お金を借りてその人が生活困ってる状況をどのように考えますか。警察来た、警察来た。あ、こっちこっちこっち。とりあえず来ましたね。パパ、静止してと見えるの。もしもし。あ、とりあえず来ましたね。ここで貸して返してくれて。はい。僕の置いていけば公園の許可もらってますので、はい、白川公園の方に、あの、はい、土木事務所の方に許可もらってます、はいはい、はい、カメラ回して、はい、はい、え、警察来たらいいよ。警察来たらみんな話して、はい、平井君お金借りてたらいいじゃん。でそれをまあ来月返すって約束もさせてもらって、で来月返すって言っちゃうさ、まあまあ俺分からんけど、警察はまあいいんだけど、社長の方には明日支払う約束はあの何日か前にメールで、どんだけ払うの。それもう300万と250万くらい。いや6月あの2ヶ月でビューを払う。こっちでいい話。あ、いいです。いや逃げるもんね。いや逃げないですよ。僕ら話すもんで、それは。いや俺はそんな話じゃないじゃん。まあ話聞きたいって聞くけど、今今日払いなんて何も言ってないもんな。ちょっとこっち警察にも別に会社の関係があ、取材しに来てるので、一旦取材は切れない。ちょっと切れないですね。大事件なんでね。だってあの警察呼ばれても彼なんで、僕ら関係ないので。
うん、それはあの、うん、多分さんも警察が来ること分かっていて、もうあの呼んでると思うんですよ。撮影されることも分かっていて、まあ同意の上でしょう。何も聞いてないです僕は。何も聞いてないと話したい、はい、ただここで領収書をもらう約束をしただけなんで、ちょっと、ちょっと待ってくださいね。ちょっと向こうで話聞かせてもらっていい、はい、なんでちょっと あっち行きます。ちょっとここで待っててください。こっち向こうあるんで、こっち行くとダメですか、マリさん。あ、ちょっと離れるだけなんで、ちょっと待っててください。ここダメですか。ダメです。強制ですか。で強制じゃありません。ならいいでしょう。待っててください、ここで、うん、逃がさんといてくださいね。逃がしません。あ、回しといていいですか。あ、今あの白いシャツも、今日もともと、工事のお金をあの黒い服の人に払う約束で、あの方、知り合いの方に、お渡しするってなって、で領収書をもらわないといけないんですよ。でそしてここに来てくれって言われたんですよ。で分かりましたって、ここ来たらこういうこの状況。領収書が欲しいもんねって話したら、ここに来てほしいって約束の場所、ここになったんですね。でそれでここに来たんですね。はい、あ、社長とは喋る、話す機会を設けますけども、それよりも約束したんです。話が分からん以上は、うん、じゃあどうぞ。話しても分からないので、どうぞ聞かなあかんもん、ね、はい、聞いてください。はい、なんか別件の詐欺で逮捕されて、別の件の人なんですけど、あっちもこっちもお金借りてて、私裁判して判決をもらって、もういろいろ勝ったり強制執行もやったりいろいろやってるのに、返すって全然返さなくて、毎回同じパターン、開き直って、同じ他の人には返して、私に返さず、ね、明日返しますって言ったら、こちらの方もお金、ああ、もう出してる。被害を受けます。走って疲れちゃった。いい、やります。あ、すいません。ありがとうございます。あの、塗装屋さんで、僕は塗装屋で、民情を受けて、今動いてます。僕、YouTube もやってるので、あいつがその、悪行を放送したんで、いろんな人が集まっていて、私もやられてますので、詐欺師みたいな感じなんですけど、そうです。あのうちの乗り換えをしてもらうっていう話だったんだけど、全然やらずに、お金だけ、出したんですけど、うん、で、あの、記録だけの、それとか話も、連絡も全然、なかったりとかあるので、で、そもういいね。ずっと来月払います、来月払いますっていうのが常套手段で、あの今日さっき職人さんが仕事をちょっとして今日領収をくれてたので、頼んで僕らが突撃させてもらったんです。で、あのもう委任状を書いて、あの引用したんですよ。弁護士来た。でもそんなについてないから、うん、走り逃げるかもしれない。マジ？一回止めます。え？あれ？聞きます？いや、いい、後ろ車、後ろ車パクられる可能性あるっすね。いや、ないね。ないですか？逃げるとかなんで、はい、警察も一応動いて、で結局拘束能力ないもんで、はい、まあ、警察と喋れるって多分警察が言ったんだから、はい、であいつももう分かってるから捕まるの分かってるもんね、はい、さっき俺すれ違いざま喋ったけど、喋れますよ。で結局警察も、まあ、一応逃げるとかなんで、はい、一緒に乗っていいですかみたいな感じで警察が一応こっちに協力してくれたかな、あいつが通報したけど、はい、あれもう分かっとんな、あいつも、ね、慣れとるわ。気がするこっちの味方ついたもんで、ね、ざまあ見ろと思ったけど、はい、お前が呼んで逆にボケそうったなと思ったけど、はい、いや違うな、もう分かっとるな、それも計算に入っとるわ、あいつ。結局警察署で喋ったってさ、どっちみちあいつなんか殴られるとかそんな恐怖を感じてないじゃん、はい、だから撮影とかされたくないとかテレビ局外したいわけよ。あ、意味わかります。はい、もうなんか計算済みだわ、うん、でも僕のイメージ的になんか揉めて警察署を連れて行かれたら、あの48時間拘束されてるイメージですけどね。
違うんですか。そんなことないでしょ。事件じゃなくて警察署で喋ったらっていうだけでしょ。あ、事件すぎないじゃん。僕振ったわけじゃないし、はい、さすがに偉い、さすがに来たい方が偉いと思うよ。偉いですかね。経験してるんでしょうね、そういう。知らんわけ、何回も経験してるんじゃない。はい、冷静だもん、こっちより全然冷静だもん。めっちゃ面白いよ。ちょっと電波伝えるもないですもん、さすがに。はい、ずっと電話したふりしよったろう。うん、はい、あ、用事あります。